鹿法鹿法は、民末の政治家、軍事家、自和の行道となり、昭府出身、陽光氏、高氏の第49世末孫にあたる。数定年間に紳士に旧大し、西安府水官に任命され、その後古部院威老、老中などを歴任した1635年、路蔵昇るに従い各地の農民反乱を、4月1637年には、 朝国威の推薦を受け、渡御氏に抜擢、安定、露州、太平、池州及び河南厚生この府県を準備している。その後総運総督、南京表部少将を歴任し、朝鮮の中枢に参与するようになった。1644年、理事政により、北京が陥落すると、広見積門を擁立し、南明政権を樹立。 自ら霊部省所見東閣大学士となり、資格部と称した。清氏がいる席すると、清氏との協力関係の構築と、理事制性伐を主張するが、馬支英など勢量に反対され失脚する。失脚した後は、ただし始順上げとして、広北四鎮の勢力と協力し、清氏に対抗するようになった。その後、南米の支配地域が、次々と清氏勢,勢力に、 選挙されていくことになる。ホ砲は、幼州に逃れ抵抗を試みるが、5月10日に、土土により幼州は包囲される。援軍もほとんど期待できない状況で、ドルゴンはホ砲に降伏を勧告するが、ホ砲はこれを拒否する。新軍が城内に侵入すると、ホ砲は自噴した。幼州攻撃に、甚大な被害を出したドルゴンは、木内の虐殺を命令し、 10日間にわたり80万人が虐殺される、要衆10日と称される事件が引き起こされた。ありがとうございます。